カレーにしたいと思います。でもこっちは、できているので、キーマカレーができているので、トッピングの方を切っていきます。トッピングは今ちょうどトマトとアボカドがあったので、これを使ってトッピングしていきます。キーマカレーっていうかタコライスってありますよね。タコライスと聞いてみたいな感じなんだろうな、あんまり違いはよくわからないんだけど私の中ではそうこんな感じでちょっと作っていきます。でトッピング用のトマトとあと今アボカドを切ります。でいつもこの作っているキーマカレーは辛みとか一切、加えていないんですね。でいつもだから子供たちのをよそった後にこういうチリフレークとかを加えて辛みを出して私と主人は、食べています。アボカドも1人半分ぐらいいつも使うので今2個用意してるんだけど、これ最高のタイミングのアボカドだ。これすごい綺麗、しかも剥きやすいし、とりあえず1個切ろうかな。でこれダイス型に切ったので、まあ、同じ感じで切ってのせていきますと。美味しそう。アボカドとカレーの組み合わせって最高だよね。美味しいよね。夏食べたくない。じゃあとりあえずこれでご飯をよそっていきます。はい、じゃあトッピングしていきます。でもこれ辛み入れる前だからちょっと子供たちのやつにしよう。じゃあ子供たちの分を先にトッピングよそっちゃいます。ご飯はもう炊けているのでこれを入れていきます。よし、こんな感じで適当によそって、意外に娘は結構何を作ってあげても結局シンプルにもうなんかご飯だけとか、あんまり味がいろいろついてるものよりももっとシンプルなのが好きなんですね。全然それはすごくいいことだから全然いいんですけど、でもこれは結構食べてくれて、なんかカレーは好きみたいで、辛くないしいろいろお野菜が入っているので好きみたいで食べてくれるんですけど、これこのスプーンですくってたら超時間かかっちゃう。ティースプーンでこんな感じでのせてあげて、まあ本当はねもう混ぜちゃってもいいんですけど、子供のはこんな感じで少しのせてあげて、これもこのよそり方。よし。待って、足りないかな、キーマカレー。少なかったかな、今日。これ絶対足りないやつじゃん。まあいいや。私はあ、食べよう OK。 こんな感じで混ぜて、でよいしょ、トマトをのせて、こうするとね美味しいんですよね。でもさ、私この組み合わせすごく好きで、カレーにフレッシュなトマトにアボカドって、美味しいですよね。私だけね、美味しいですよね。美味しいよね。うん、カレーにアボカドとさ、トマトって美味しいよね。美味しいよね。いいよ。オッケー、できた。ちょっと手洗ってこい。よし、こんな感じでちょっと先に子供の分だけなんですけど、できました。で、ここに今買ってあるヴィーガンパルメジャンチーズをかけてもいいんだけど、子供たちはこの酒粕で作ったチーズ、パルメジャンチーズの方が好きだから、まあ、これをお好みでかけてもらって食べようかなって感じです。じゃあこんな感じで仕上がりました。キーマカレーが足りなくて、私これ他の納豆ご飯でも食べます。で、大人はブラックペッパーをかけて、でなんか喋ってたら、このキーマカレーにいつもこのチリを混ぜてからトッピングするんですけど、忘れちゃったからもう今かけちゃいます。これお好みでかけて食べます。美味しそう。なんかちょっと緑がしいけど、パクチーも今ないし特にないので、こんな感じで完成かな。イエーイ、いただきます。これ食べたんだよ。あ、いいよ、いっぱいかけて。いただきます。いただきます。ありがとう。かけないで食べて。うん、これ美味しいな。よかった。今日はお豆腐でちゃんとあれにしたよ。なんだっけ、ちょっとひき肉っぽい感じの。美味しいよね。ちょっとこの酒かすチーズをかけて、やっぱ匂いが変わるよね。Can't tell you what I want from you. I've never seen what you might show me. It's never been too easy for me. Thinking it's a waste of time, misguided by temptation to remain with the chemicals in my brain. But knowing I should dive in deeper, even if it gives my heart a break. Can't tell you if I'm good or bad. I'm quick to change my mind with every obstacle I find. I turn around. But maybe if I stay the course, I'll see what you've been wishing I would learn. And in the fire of your love I'll burn. I know I need to dive in.今日の夜ご飯はすごい簡単なんですけど、お味噌汁ともうあるもので作ったサラダと、これは玄米ご飯に、お昼のねもう残りの玉ねぎとマッシュルームとお豆腐で作ったひき肉のソイミートがあるので、それでこう甘辛く煮たやつですねに海苔とネギでちょっと辛いチリフレークをかけました。今日はちょっとこんな感じで、ちょっと寂しいんですけど、いただきます。Come right out and say it. Pay no attention to the shame inside.